フランキー・ベルコーテレンは、ベルギー出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。選手時代は、ベルギー代表であり、監督としてもベルギー代表監督を務めた。クラブ RSC ・アンデルレヒトの下部組織出身。1975年の KRC ・メヘレン戦で、ギルバート・ファン・ビンストとの交代で、トップチームデビューした。デビュー当初は、 負傷が続き、1975年10月と1976年1月に、手術を行っている。1975から76シーズンの UEFA カップウィーナーズカップでは、準々決勝でレクサム FC を、準決勝で FSV ツビカウを、決勝でウエストハムユナイテッド FC を破って優勝した。1976年の UEFA、 スーパーカップでは UEFA チャンピオンズカップ王者のバイエル・ミュンヘンを破って優勝した。1976から77シーズンの UEFA カップ・ビィーナーズカップでも決勝に進出したがハンブルガー SV に敗れて優勝を逃した。1977から78シーズンの同大会では3シーズン連続の決勝進出を果たし、 決勝で FK アウストリアウィーンを破ってにシーズンぶりの優勝を決めた。1978年の UEFA スーパーカップではリバプール FC を破っている。1981から82シーズンには UEFA チャンピオンズリーグに出場してベスト4となり、1982から83シーズンには UEFA カップで優勝。 1983から84シーズンの UEFA カップでも決勝に進出したが、トッテナムホットスパー FC に PK 戦の末に敗れた。1984から85シーズンは UEFA カップでベスト8。1985から86シーズンは UEFA チャンピオンズカップで準優勝。1986から87。 シーズンは UEFA チャンピオンズカップでベスト8となり、ベルコーテレン在籍下のアンデルレヒトは6、シーズン連続で欧州カップ戦のベスト8以上の成績を挙げた。1981年から1987年にはベルコーテレンがキャプテンを務めたが、この黄金時代のアンデルレヒトには、アリー・ハーン、プレーメーカーのエンツ・ォシーホ、ジョルジュ・グルンなどが在籍していた。 アンデルレヒトでは UEFA カップウィーナーズカップで2回、UEFA カップで1回、UEFA スーパーカップで2回優勝しており、計5個の欧州カップ戦タイトルを獲得した。また、国内大会では欧州カップ戦ほどの好成績を上げられなかったが、ベルギーカップで2回、ジュピラーリーグで4回、ベルギースーパーカップで2回優勝している。 1987年にはフランスディビジョンアンの FC ナントに移籍した。1970年代から1980年代半ばまでのナントはフランス屈指の強豪であり、この時期に4回のリーグ優勝を果たしていたが、1980年代後半には成績に陰りが見え、ベルコーテレンが加入してからの3シーズンは10位、7位、7位という成績に終わった。 しかし、ベルコーテレン自身は2回アシスト王に輝いている。1990年にベルギーに帰国して RWD モレンベークに加入し、1993年までプレーした。代表ベルギー代表としては、スペインで開催された 1982FIFA ワールドカップ、フランスで開催された UEFA 欧州選手権1984。 メキシコで開催された 1986FIFA ワールドカップに出場。通算63試合に出場して9得点を記録した。1977年11月16日、北アイルランド戦でベルギー代表デビューした。イタリアで開催された UEFA 欧州選手権1980でベルギー代表は準優勝しているが、 ベルコーテレンは出場メンバーに選出されていない。1982FIFA ワールドカップの一次リーグでは、アルゼンチン、ハンガリー、エルサルバドルと同組となったが、前回大会優勝国でありディエゴ・マラドーナを要した、アルゼンチン、エルサルバドル戦で1試合最多得点を記録した、ハンガリーを抑えて、グループ首位となった。二次リーグでは、ポーランド、ソビエト連邦と同組となり、2連敗で、 大会敗退となった。UEFA 欧州選手権1984のグループリーグでは優勝候補筆頭のフランス、デンマーク、ユーゴスラビアと同組となった。初戦のユーゴスラビア戦には2-0で勝利したが、ミシェル・プラティに要するフランスには0-5で大敗。グループリーグ最終戦のデンマーク戦はフランスに次ぐグループ2決定戦となり、 ベルギーが39分までに2点を先行したが40分以降に3出点して逆転負け3回目の出場にして初のグループリーグ敗退となった 1986FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではプレーオフに回ったがオランダとのライバル対決を制して本大会出場権を獲得したグループリーグでは4カ国中3位だったが 各組3位チームの中で最も良い成績を残して決勝トーナメントに進出。決勝トーナメント1回戦ではソビエト連邦を延長の末に破り、準々決勝ではスペインを PK 戦の末に破ったが、準決勝では結果的に優勝するアルゼンチンに敗れた。3位決定戦でもフランスに敗れたが、同国史上最高の4位という成績を残した。 現役引退後の1993年、ブラバンは論州にある小規模クラブ CS ブライネのユースチーム監督に就任した。1994年にはキロボルトメヘレンと契約し、1994年から1997年にはユースチーム監督、1997年から1998年にはトップチーム監督を務めた。 1997から98シーズン終了後、フルス RSC アンデルレヒトのアシスタントコーチに就任した。1998から99シーズン序盤のアンデルレヒトは18位と低迷し、アリー・ハーン監督が退任。ベルコーテレンとジーン・ド・クックスが共同で暫定監督に就任した。ライバルのスタンダール・リエージュ戦に6-0で、 KRC ンク戦に5から2で勝利するなどし、両暫定監督はクラブを欧州カップ戦出場権圏内まで押し上げた。1999年には、エメ・アンチュニスが正式な監督に就任し、ベルコーテレンは再びアシスタントコーチに戻った。アンチュニス監督の後任には、チェコ人のウーゴ・ブルースが就任したが、2005年2月に解任され、ベルコーテレンが トップチーム監督に就任した。2004から05シーズン、2005から06シーズンと、ジュピラーリーグに連覇を達成。2006から07シーズン序盤には勝ち点が伸び悩み、11月までに、首位に勝ち点7をつけられたことから、監督、クラブ双方合意の上で11月12日に職を、離れた。ベルコーテレンの下で、アシスタントコーチを務めていたアリエル・ヤコブスが、 公認監督に就任している。2009年4月、ベルギー代表のレネ・バンデレーケン監督が成績不振によって解任され、ベルコー・テレンが暫定監督に就任。5月下旬に日本で行われたキリンカップサッカーのチリ戦が初再敗試合となったが、日本戦に大敗して3カ国中に暗いタイに終わった。7月には、 ディック・アドフォカートの正式な監督就任が発表され、ロシアプレミアリーグの2009年シーズン終了までは、ベルコーテレンが暫定的に指揮を取るはずだったが、同年9月9日のアルメニア戦に敗れた後に、ベルコーテレン監督が暫定監督を辞任したため、アドフォーカートは当初の予定よりも3ヶ月早く正式監督に就任した。2009年12月3日、 ハイン・ファン・ハーゼブローク監督の後任として、KRC ・ヘンク監督に就任した。2010から11シーズンのレギュラーシーズンは、アンデルレヒトに次ぐ2位だったが、プレーオフの成績でアンデルレヒトを上回り、最終戦のスタンダール・リエージュ戦に引き分けて、リーグ優勝を決めるとともに、UEFA チャンピオンズリーグ本戦出場権を獲得した。 2011年夏のベルギースーパーカップでは、スタンダールに勝利して初優勝を飾った。2011年8月8日、サウジアラビアのアルジャジーラクラブ監督に就任した。2012年3月11日、アルジャジーラはベルコーテレンとの契約会場を発表し、退任の背景に選手との不仲があるとした。同日には、公認監督にカイオジュニオールが就任している。 2012年10月、リカルド・サ・ピント監督の後任として、ポルトガル・プリメーラ・リーガのスポルティング・ CP 監督に就任。フルス・ヘンクトの試合が初再配試合となった。2013年1月7日に退任した。2014年1月5日、ヒロボルト・メヘレンの監督に復帰したが、4ヶ月後の5月5日に退任した。2014年夏、 クリリア・ソベトフ・サマーラの監督に就任。ロシア2部リーグで迎えた2014から15シーズンは優勝し、チームを一部昇格に導いた。2017年、ベルギー2部のサークルブルフヘの監督に就任。ありがとうございます。